年代や国籍は様々ですが、学びたいと思う強い気持ちは同じです。全国初の県立夜間中学校、白鷺中学校が徳島市に開校しました。白鷺中学校は、さまざまな理由により学校に通うことができなかった方や、外国籍の方など、学びを前向きに志す方たちの気持ちに応える学校です。入学式では徳島県出身のシンガーソングライターアンジェラ・アキさんが作詞作曲した校歌を明西高校芸術科の生徒が披露。10代から80代まで初年度の入学生34人が新しい学校生活をスタートさせました。うちの親父が病気しとったもんやから、通算1年半ぐらいしか行ってないですよね。できたら、まあ、なんかね、基礎的なことをね、学べたらいいなと思って。授業は、昼間の中学校と同じ休教科のほか、消費者教育や防災教育の時間も設けています。また、湯散箱や藍染めなど、徳島のものづくり文化も体験。外国籍の生徒は、日本語指導のあるベーシックコースでも学ぶことができます。I'm stay here for long 3 years, and then I like here. I like live in Japan. I want to learn about more Japanese language like that. 熱い、強い、学びたいという気持ち、もうまさにね、今感じております。卒業してよかったっていう声がね、聞けたらなっていうふうに思っております。学び直しの場として、また海外から徳島にお越しを家族で、そして徳島で末永く楽しく過ごしていただく、そうした全国のモデルとなる徳島県立の夜間中学校、白鷺中学校、ぜひ多くの皆さん方にこれからも関心を持っていただき、門を叩いていただきたいと思います。学びへの意欲に応える県立白鷺中学校、地域の皆さんに愛される学校になってほしいですね。